ンちゃん。なに？あのね、うん、ケンちゃんいくつ？5つ。5つ？5つにしては小さいのね。小さいのね。これから大きくなるのかな？ならないの。そうか、来年はね、うん、あのオリンピックがあって、まあ、ケンちゃんはいくつになるの？5つ。あ、そうか。じゃあ再来年は5つ。そうか、変わらないのか。そうするとね、うん、NHK のチコちゃんいるでしょ、うん、チコちゃんはね、うん、5つなんだよね。うん、チコちゃんはね、何でも知ってるんだ。うん、ケンちゃんもよくなんか知ってるね。それほどじゃないよ。そうかな、よく知ってると思うから思うけどな。チコちゃんは CG 使うの。え、 CG ってコンピューターグラフィックのこと？そう。いや、ケンちゃんは何使うの？手作業。あ、そうか。うん、分かった。今日はね、うん、あのおじいちゃんがお世話になっているみゆきにね、うん、来ているんだよ。すごくいいとこだね。そう、みゆきの人はね、みんなね、すごく親切で、うん、そして優しいから大丈夫だよ。うん、あのおじちゃんは、ほら前に少年院に行ったこと話したでしょ。うん、おじいちゃんが少年院にいたことね。いたんじゃないんだけど、あ、おじいちゃんです。しっかり立ち直ったんだから、これからしっかり生きていこうね。おじちゃんね、うん、お仕事で、うん、多摩少年院に行ったんだよ。うん、そうなのか。そう、多摩少年院はね、緑の子たちに囲まれてね、うん、あの広いグラウンドと、うん、それからあの お勉強する部屋とかね、教室とか見せていただいたので、うん、そして、少年たちがね、うん、寝泊まりしている、うん、あの4人部屋に入ったのね、うん、そしたら壁にね、1枚の貼り紙がしてあった。なんで書いてあったの？それはね、日常誤信って書いてあった。どういうこと？それはね、毎日毎日生活しているときにね、うん、大切なことが5つありますって、そういう意味なのね。それ見てたおじいちゃん感心したんだ。おじいちゃんはすぐ感激するからね。そうだね。1つ、はいという素直な心。どうかな、どうかな、ちょっと違うな。あ、そうなの？じゃあケンちゃんはどういうふうに考えてるの？一つ、嫌だという素直な心。どうして？ケンちゃんが遊んでると、お母さんが、ケンちゃん早く帰って宿題しなさいって言うの。あ、それは言うだろうね。その時の素直な心は嫌だということなの。あ、そうなのか。うん、それからね、一つ、すみませんという反省の心。どうかな、どうかな、ちょっと違うな。え、じゃあ、ケンちゃんはどういうふうに考えてるの？一つ、私、悪くない、あいつが悪いと責める心。あ、そうか、そういうことなの。いじめっ子がね、たくさんいるから、そういうことがいるんだよ。あ、そうなの。それからね、うん、一つ、おかげさまでという謙虚な心。どうかな、どうかな、ちょっと違うな。え、これも
も違うの？じゃあ、ケンちゃんは、うん、どういうふうに考えてんの？一つ、それ、私がやったんだと宣伝する心で、今日その社会ではね、私がやったんだ、私がやったと宣伝がいるんだよ。あ、そうなの？それからね、一つ、私がしますという奉仕の心。どうかな、どうかな、ちょっと違うな。あ、これも違うの？じゃあ、ケンちゃんはどういうふうに考えてるの？一つ、これ、あなたやってね、これあなたやってね、と命令する心。そうなの？組織に入るとね、たくさん仕事があるから、そういうことがいるんだよ。あ、そうなの？それからね、一つ、ありがとうという感謝の心。どうかな、どうかな、ちょっと違うな。え、これも違うの？じゃあ、ケンちゃんはどういうふうに考えてんの？一つ、これからどんどんやってねと催促する心。そうなの？仕事がね、どん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 増えていくから、そういうことは言うんだよ。よかったな、ケンちゃんね。うん、そんなことだとね、みんなに嫌われるよ。ケンちゃん嫌だって。そんなことない、そんなことない。いや、どうしたらいいかな。そうだ、ちょっとアリさんに相談してみよう。何やってんの、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 何やってんの。あ、お姉ちゃんだ。ケンちゃん、私さっきから聞いていたけど、おじいちゃんの言うことを全然聞いてなかったじゃない。聞いていたよ、聞いてなかった、聞いていたよ。それなら、おじいちゃんが教えてくださったことを言ってごらん。一つ、愛という素直な心、一つ、踏みなさいという反省の心、もっとはっきり言いなさい。一つ、おかげさまでという謙虚な心、一つ、私が死なすという奉仕の心、それから一つ、ありがとうという感謝の心。言えたじゃない、おかげさまで。これからおじいちゃんの言うことをよく聞かないといけないよ。はい、そうだ、お家に帰るとお部屋のお掃除があるんだけど、誰がする？私がする。分かった、それじゃあ私帰るよ。驚いたなケンちゃんは、うん、お姉ちゃんの言うことは何でも聞くんだね。お姉ちゃんがいないと生きられないからね。そうか、そうなの？ねえおじいちゃん、日常ご神が大切なことよく分かったけど、あれ、ちょっと長いね。ああ、そうだね。イエス様はね、一つのことを教えてくださってんだよ。え、何それ？あなた方は互いに愛し合いなさいっていうこと。それだけ、簡単だね。そうだね、簡単だけどね、うん、これすごく大切なんだよ。互いに愛し合うとね、うん、素直になる。それからね、あ、こんなこと言っちゃったから傷つけたかな、こんなこと言っちゃったから傷つけたかなと思うでしょ、うん、だからね、すごくね、いつも反省するの。それから
からね、今日ここに来られたのはあの人のおかげだ、今日これね、やれたのはあの人のおかげだと思うでしょ、うん、だからね、謙虚になるんだよ。うん、それからね、そうだ、今日は時間があるから私はこういうことできるな、こういうことしてあげようってね、そういう奉仕の心がね、湧いてくるの。それからね、ありがたいな、ありがたいなと思ってるとね、感謝の心がね、このお胸にね、湧いてくるんだよ。これなら日常一心じゃない。すごいね、ケンちゃん。そうなんだよ。イエス様の教えは日常一心なのね。これ大切だから覚えようね。うん、わかった。ねえ、おじいちゃん。そろそろ帰らないと、お部屋のお掃除があるんだけど。あ、そうか。お姉ちゃんに約束しちゃったからね。うん。今日は、いろいろな人に聞いていただいて、よかったね。よかったね。おじいちゃん、嬉しい。嬉しいよ。うん。今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、そういうことだったんだ。